Let it go。お疲れ様です、無事ね、証書が届きました。保険の証書が届きました。これ大丈夫かな。こうやって隠しておいた方がいいのかな。こうやって証書が届きまして、MC インシュランスですね。知らなかったけど、イギリスの会社なんですね。ちゃんと日付も入って、ちょっとねこの辺は個人情報なんで隠させていただきますけども、これから車両税の申し込みをしたいと思います。車両税の申し込みをしないとバイクを受け取ることができないことになってますんで、次はこいつをなんとかしないといけないという具合ですね。まずはこのモータータックスオンラインというのがあるんですけど、モータータックス .ie でいいんですけどね。ここに行きまして、で、まあ、ここから申し込みを行うという具合になってます。ちょっとあれですね、サイズがおかしいですね。よいしょ。ちっちゃめにしといた方が全部見えるかな。これで全部見えるかしらね。はい、こうなりました。何箇所かね、隠さなきゃいけないところ出てくるんで、編集の段階で、きちんと全部隠せるといいんですけど、ね。まずは、ナンバーを入れていきます。よいしょ、こうですね。で、ここで、まあ、本当にこんな情報、誰得だっていう感じなんですけど、本当に誰得だっていう、誰が買うんだと、わざわざ。アイルランドで、そういうツッコミはあると思うんですけれども、一応説明していこうと思います。次にピンナンバー。要はなんだか知らないけど、新車じゃなくて税金をもう一回、なんていうんですか、更新する場合には、書類が届くんだそうです。で、そこに暗証番号がついていて、それを入力すると、更新のためのページへ飛べると。ただ新車で、購入した場合には当然ですけども、この、暗証番号ありませんので、代わりの番号が必要になります。で、代わりの番号なんですけれども、車体に入っているフレームナンバーですね。シャーシについているフレームナンバーの、下6桁を使ってくれというふうに言われてたんで、それを入れようと思います。こうですね。保存しない。で、このように、ナンバー、どこの会社のバイク、どんなタイプですか、色、それから、どういったタイプの、っていうのが結構いい加減ですよね、これね。出てきます。で、ここから、使い方は何ですかと、バイク用途なのか、それともバイクにサイドカーついてるのかと、それとも仕事に使うんですかと。なんで僕の場合は、普通に、まあ、趣味で乗るだけなので、バイクとサイクルということで進めていきます。で、ここに個人情報ですね。やばいですね。思いっきり見えてますね。はい、これ本当に隠せるのかな。うまく隠します。
で、電話番号を入れていかないと、いけません。本当にもう、めんどくさいな。めんどくさいな。これどうしよう。電話番号いるのかな。ちょっとまとめて入れちゃっていいですか。すいません。すいません。一回切ります。ということで全部、入力が終了しました。次へですね。こいつは、なんだろう。By taking this box, you agree to receive correspondence relating to the payment of motor tax on this vehicle by electric means. ああ、住所の方に手紙を送らないで、メールへ直接連絡しますよと。まあ、あれですね。最近の銀行の明細とかするのと一緒ですね。次へ行きます。はい。で、ここで保険会社を選びます。保険会社がちゃんとしてないと、次のページにはいけないようになっております。保険は18日だな。10月の18日、来年ですね。で、ポリシーナンバーを入れてやらないといけないと。このポリシーナンバーはやっぱ隠さないとダメなんだろうな。またこれ入れて、間違ってないかな。いいですね。で、次と。はい。2017年の10月に登録されましたよと。で、保険の方は、その月ごと、月割りでしか、日割りじゃなくて月割りでしか、申し込みできないので、今月の頭から申し込んだということになります。だからお金もったいない人は、きっと1日から、1日に買うんでしょうね。おそらくね。で、エンジンは 124cc ですよと。もう表示されましたね。大丈夫ですね。で、期間は12ヶ月、まあ1年間。で、9月の30日、来年の9月の30日まで、料金は67ユーロですよということで表示されています。これで OK なんで、次のページで支払いをします。はい。支払いページですね。まあ、67ユーロ。で、ここにクレジットカード、ビザかマスターがないと、まあ、このページは使えないよと。だない人は多分、当該の、なんて言うんでしょう、建物行って、オフィスに行って、申し込みという形になるんだと思います。これ絶対見えちゃダメだね。入れてます。今入れてますよ。絶対に見えちゃダメなやつですね。危ないもの。危ないもの。これ見えちゃったら本当に危ない。もう個人情報の最たるものみたいな感じありますよね。よいしょ。僕ね、口に出しながらこういうの入力する癖があるので、ものすごく今緊張してます。言わないように気をつけています。はい。危ない、今言いそうになった。大丈夫ですね。はい。じゃあ、これで支払いをします。ポン。はい。支払いが済みました。これでもう完全に OK ですね。受付番号、ナンバーが次のこいつですね。で、何ヶ月間、まあ、税金が払われた期間が表示されて、いつ払ったのかということ。そして、全体の額、登録者の名前、そして住所、うんぬんが、まあ、こう、出てますと。これ、あれかな？こうやれば、隠しやすいかな。で、まあ、住所が出てて。で、4日間以内に、あ、すごいじゃん、早いじゃん。4日間以内に、郵送されるというふうに書いてありますね。そうなんだ。もしも来なかった場合には連絡を送ろうということですね。で、これ、大事なページなんで、印刷をしておきます。メッセージが届きました。すいません、メッセージ。メール届きました。エヴァー17の。懐かしいな。ずっと使ってますけどね。知ってる人いるかな。これで、まあ、印刷と。で、なんだろう、もうこれで
やることないんだろうな。多分これでいいんだと思います。で、あとはバイク屋さんに行って、まあ、バイクを受け取る。いよいよですね、いよいよですね。土曜日行きたいな。21?しあさって。そう考えるとめちゃくちゃ興奮しますね。以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、印刷も終了しました。ね、ちゃんと危ねえからな。しら、はい、ちゃんと印刷も済みました。お疲れ様です。じゃあ次はバイクを受け取るシーンからですかね。